も日本に財産残る家とか、あの人力車の車夫の人とか自分の家で働いてくれてた人に全部遺産を残して、で清曽根、エドワルド清曽根を覚えてくださいって話なんだけど、ここでラストミステリーがあるんですよ。それでお景色、ジェノバのジェノバ港が見渡せるところに日の丸が広がっておりますよ。でこういうあれを残してくれた人なんだよね。もっと知られた方がいい方ですね。もっと知られた方がいい人なんですよこの人。それでしかもこの人本当に立派な人で、こういうコレクションはねしたんだけど、他にも日本に財産残る家とかあるわけじゃん。でそういうのを全部処分したやつを、まあ、あの弟とか妹とかがいるから、まあ、そういう人も相続するんだけれども、ちゃんと分割して残りをあのお料理の人とか、あとあの人力車の車夫の人とか自分の家で働いてくれてた人に全部遺産を残して、でさらに3000円を麹町に住んでたのね、当時の麹町区の貧民救済に寄付してっていうのを全部遺言に書いて、日本にも相当寄付して死んでったんだよ。多分その作るスピードも相当早かったないとこんなにたくさん作れないですよね。だから本当によく働いたんだよこの人は。給料分は働いたと思うよ。給料泥棒だった親と外国人も多かった中では、給料分はちゃんと働いたし、で稼いだ金はさ、そうやって日本美術イタリアに伝えるためとかさ、自分家の働いてくれた人たちに遺産残したりとか、ちゃんと日本に還元してんだから、有名人だったんでしょうね当時は。有名人だよ、超有名人だよ。ただどっち方面で有名人だったかっていうと、大蔵省方面で有名人だったから、文部省方面の美術の方であんまり名前が出てこないんだよ。もうその頃から縦割り行政だよ我が国は。お弟子さん的な方っていうのは、お弟子さんはだからみんなそっちの方のお弟子さんなんだよ。お札原版の方の、はい、技師さん的な感じなんですね。そう、技術者のお弟子さんなんだよみんな。日本国内で清曽根の足跡をたどれるような、あの例えば銅像が建ってたり資料館があるような場所はないですか？なんか昔さ、なんか俺ブラブラでどっか行ったんです、なんかお札の博物館みたいなとこ財務省がやってる。そういうとこ行くともう清曽根だらけだよ。あと青山墓地にお墓まだあるし清曽根銅像ってどっか建ってんのかな。やっぱりそっち方面ですね、なんか財務省方面に聞いてもらうと分かると思うよ。あそこのお札と切手の博物館行ったらもう清曽根だらけだよ間違いなく、じゃあご興味おありの方は、これ多分飛鳥山だよ王子の。面白いかもしれないですね。お札と切手の博物館行ったらバリバリ清曽根だと思うよ。こんなに僕ら知らなかったのも不思議ですね。本当ですね。意外に子供の方が知ってるかもしれない。これが社会科見学でこういうところに行かされてるから。で清曽根、エドワルド清曽根覚えてくださいって話なんだけど、ここでラストミステリーがあるんですよ。ラストミステリー、ラストミステリーがあるんですよ。何でしょう。あのね、ウィキペディアの清曽根を見ると、元京都大学の教授でね、古文史科学で有名な岡村清蔵先生っていうのがいるんだけど、その人が清曽根の実の孫であるって書いてあるんだよ。で要出典って書かれてるんだよ。要出典っていうのは、出典が必要っていう、そうまだ分からないっていうことですか？何を根拠に言ってるんだってみんなに突っ込まれてるっていうことだよ。そういうことなんですね。それでその人よほど自信あるらしく、岡村清蔵先生のウィキペディアを見ても清曽根の孫って書いてあるんだよ。で岡村清蔵先生のお父さんは佐伯勝太郎先生っていう人なんだけど、その人のウィキペディアのところにも妻はあの清曽根の娘って書いてあるんだよ。でなんだろうなと思って、全部に要出典って書かれてるんだよ。いろいろ調べたけど全然資料が出てこないんだよ。へー。なんだけど確かにその岡村清蔵のお父さんの佐伯勝太郎っていう人は大蔵省印刷局にいたことがあるんだよ。
はいはいはい、だからそのキオストンネの娘という人が本当にいたんだとしたら、まあ関係があっても不思議はない位置にいるのね。はい、であとあのキオストンネが日本にいた頃にイタリアの講師がキオストンネが日本美術を集めてるからっていうんでなんか浮世絵を送ってるんだよ。うん、その送った時のその送り状みたいなところに日本で出会った奥様との間に丈夫な男の子が生まれますようにって書いてあるんだよ。つうことは誰かにいわゆる日本人妻がいてで妊娠中だったんじゃないのっていうですねのもあるんだけれどもその記録が全然残ってないんですよ。だからウィキにいっぱいそれ一生懸命書いて「よしゅってん」って言われてる方がもしご覧になってたらそう どういうあれでそういう話になってるのかなって教えてほしいなっていう。ただキオストンネはさっきも言ったようにものすごい細かい遺言状を残してるんだよね。もしそこにあの奥さんなり子供なりがいたとしたら絶対何らかのものは残したんじゃないかと思うんだけどそこにはないんだよ。遺言状の内容は今奥さんそれで当然入籍したあれもないし奥さんやまあ仮に元奥さんが亡くなっちゃってたとしてもだよそのお嬢さんがいたからこそさその佐伯勝太郎と結婚もできたわけだろ。ということはその人は存命なわけだからその人へのなんか遺産の譲渡とかあってもおかしくないんだけれどもそれはないんだよね。誰だこれウィキペディアにこれ書いたのと思って内縁の奥さんがいてそのお嬢さんがいてその人が佐伯勝太郎と結婚して岡村製造を産んだという話なんだろうけれどもこれがもう全然何にもなければさあそう違うんじゃねえので終わっちゃうんだけどさ佐伯勝太郎が大蔵省印刷局に勤めたことがあるとかさそのイタリア講師 その記録が残ってるとかさ中途半端に引っかかるんだよ。ご存命だったらもう確か亡くなってるよね岡村製造さん。そうなんですね、うん、公文史科学で有名な人だよあの、どなたかどなたかご存知の方があったら教えていただきたいというそんなエドワルド・キオストンネでしたけどご満足いただけましたか島崎さん。いやめちゃくちゃ面白かったです、はい、というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたがいかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなとちょっとでいいですよ湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですねぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします